私は地元石川県の人々の健康を守り、地元で活躍できる人材となるために、地域医療に貢献できる薬剤師を目指し日々努力をしています。具体的には、地域医療に貢献するためには信頼が求められます。信頼を培うためには薬学に関する正しい知識が求められます。そのために授業の合間を見つけ、科学的な構造、科学的な性質について個人的に学習を進めています。また4年次から5年次にかけて行われる実習やインターンで、薬剤師が地域医療に貢献するために何が求められるかを学習していきたいと考えています。また将来、薬局に外国人の方が利用された際には語学力が求められるため、語学力を培うために本学の留学プログラムを利用して語学力を身につけたいと考えています。成長してる？